こんにちは、小林定治です。今チェンマイにいます。チェンマイに来るのはこれで 3,4 回目くらいで、もう特にやることもないので、すぐにチェンマイを離れようと思ってたんですね。チェンマイのさらに北、タイとラオスの国境沿いにチェンコーンっていう町があるんですけど、そこに行こうと思ってたんですよ。だけどチェンマイのバスターミナルに行って、でチケットを買おうとしたら、チェンコーン行きのバスは2日先まで満席だって言われて、そんなことあるって感じなんですけど、で仕方なく2日後のチェンコーン行きのバスのチケットを買って、今チェンマイで足止めを食らってる状態です。だけどチェンマイいてもほんと特にやることがなくって、夜の街をぶらぶら散歩するぐらいですね。美味しそうなハンバーガーの屋台を見つけたので食べていくことにしました。ここはオプションでハンバーガーにマリファナを入れてくれるみたいですね。はい、というわけで僕が注文したのはこの普通のビーフバーガー80バーツ、日本円で約320円です。安心してください、何も入ってませんよって。だけどタイではもう全然普通なんですよね。それ専門の店もあるし、そこで普通に買えて普通に据えて、でこういう屋台とか食堂でもオプションで入れてくれたりとかもするし、ビーフバーガーだけではちょっと食べ足りなかったので、カオソーイも食べていくことにしました。さあ今回は果たしてちゃんとカオソーイを食べることができるのか。ちゃんと食べられましたね。すごい。